キングダムカムデリバランスは、ウォーホーススタジオ社によって開発され、マイクロソフトウィンドウズ、プレイステーション4、XBOX1 向けに2018年に、ディープシルバーによって公開された、アクションドールプレイングビデオゲーム。これは、中世に設定されているボヘミアの王国、帝国国家の神聖ローマ帝国、歴史的に正確な内容に焦点を当てている。15世紀初頭の時代の正確な武器、 衣服、戦闘技術、建築物が含まれており、建築家や歴史家の支援を受けて再現されている。時に1403年、ボヘミア王国はチャールズ4世、神聖ローマ皇帝によって統治され、彼の統治下で黄金時代をへ迎えていた。だが、皇帝チャールズ4世の死をきっかけに、王国は暗黒時代に突入した。ハンガリー国王ジギスムントの命令により、 クマンの傭兵たちは、スカリッツ村を襲撃。その虐殺の生存者の一人が、カジアヤの息子である今作の主人公ヘンリーである。ジギスムントゲームに登場する神聖ローマ皇帝、ジギスムントの帰省中のボヘミア王国での15世紀の戦い。キングダムカム、解放は15世紀初頭、ボヘミアの王国、ボヘミアの国土の一部、現在のチェコ共和国の神聖ローマ帝国で、 行われる。ゲームのアクセス可能なエリアは、ササウトラタイの間の地域にありゲーム内の他の現実世界の集落や街には、ストライバーネスカルス、サザバ、ラデコ、サザバモニスタリー、タルンバークキャッスル、サマップス、ウッチョチェ、ノビドバーなどが含まれる、キングダムカム、レビューアグリゲーターメトクリティックによると、デリバランスは、 PC バージョンの評価から一般的に好意的なレビューを受け、PlayStation 4および Xbox One バージョンは今後、または平均とのレビューを受けた。ありがとうございます。